3-2デストラクターって何について解説しますデストラクターはコンストラクターとは逆でオブジェクトが消滅するときに呼び出され実行される特殊のメソッドですオブジェクトの消滅とはどの変数からも参照されなくなった時の状態です次にデストラクターの定義方法について解説しますデストラクターの定義方法はファンクションキーワードの後に アンダーバー二つの後にデストラクトというような形で定義します。それではサンプルプログラムを作成してみたいと思います。このサンプルはスタートアップ .dot.php、ヒューマン .dot.php の二つのファイルで構成します。プログラムの内容はデストラクターを体感します。ヒューマンクラスのコンストラクターが呼び出されるとコンストラクターですを表示しヒューマンクラスの デストラクターが呼び出されると、デストラクターですを表示するようにします。フォルダー構造とファイルの配置は、ご覧のような形で設定します。また、実行時の URL は、ご覧のような形で実行できるようにします。サンプルプログラムは、human.php は、ご覧のような形で定義します。startup.php は、ご覧のような形で設定します。 実行結果はご覧のようなな形になりますサンプルプログラムはエディターで実行結果はブラウザーの方で確認してみたいと思います。それではサンプルプログラムの解説を行います。まず Human.php の解説を行います。この部分が Human クラスを定義している部分になります。Human クラス内にはオブジェクト生成時に呼び出されるコンストラクターと オブジェクト消滅時に呼び出されるデストラクターを設定しますオブジェクト生成時にはコンストラクターが呼び出されコンストラクターですという文字を表示するようにしますオブジェクトが消滅するときにはこのデストラクターが呼び出されデストラクターですというふうに表示されますそれでは次に startup.php の解説を行います まずこの部分で先ほど解説した Human.php を取り込みます次にこの部分で Human クラスのオブジェクトを生成して H というリモコンで操作できるという状態を作りますこの処理で Human クラスのコンストラクターが呼び出されます Human クラスのコンストラクターが呼び出されるとコンストラクターですという文字が表示されます次にこの部分の後の処理がありませんのでもう Human クラスのオブジェクトは消滅します そうするとヒューマンクラスのデストラクターが呼び出されてプログラムが終了するときにデストラクターですという文字が表示されるようになりますそれではプログラムを実行してみたいと思います実行結果はご覧のような形になります